メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。本日は先日出ていただいたピアニストの久保田千秋さんが率いる若手演奏家団体 JPCO にも所属されているオーボエ奏者の藤田ゆりやさんにお越しいただいてます。こんにちは、藤田ゆりやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今オーボエ奏者ということで、はい、オーボエを持っていただいてるんですけれども、はい、ゆりやちゃんに、まあ、管楽器奏者ならではの、まあ、そのメイクの悩みがあるということでちょっとお聞きしてもいいですか。はい、管楽器は、口紅が塗れないんですね。これ、うん、リードがあるんですけども、うんうん、口につけるので、うん、口紅が塗れないので血色が悪くなって顔色がぐんと悪くなってしまうのと、うん、演奏でドレスとかも着るんですけど、うん、その時により口紅が塗れないと華やかさがなくなってしまうので すごい悩んでます。ということで、まあ、そのゆりやちゃんの今の悩みを解決しつつ、まず管楽器奏者向けの大人華やかメイクということでやっていきます。ゆりやちゃんの演奏動画は、はい、動画の一番最後に、流れるので、ぜひそこまで楽しみに見ていただけたらというふうに思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。こうアーチ型になってますよね。でアーチ型って一番こう顔が優しく見える眉毛の形なので、一番高い部分をもうちょっと外側に持ってって全体的に丸いっていうよりかもちょっと直線的な感じにしていきます。ゆりやちゃんはなんでオーボエを選んだんですか。中学校の吹奏楽部で、楽器始めたんですけど、うんうん、最初は本当はアルトサックス金色のやつをやりたくて、うん、でもそれがオーディションで落ちてしまって、うん、あ、そうなんだ。で余ってたのがオーボエで。でも今となってはどう、オーボエで良かったって思える瞬間ありますか。あります、いっぱい。でもオーボエってソロが多いもんね。うん、うん、なんかこう美味しいところでオーボエがよく使われるので、うん、確かに。であとリードとか自分手作りなんですけど、うん、工場の人だよね。あ、自分で。あ、自分で。そう、自分で。え、自分で手作りなんだ。自分、足の木を自分で輸入して、それをもう、うん、自分で輸入していろんな機械で作っていくんです。糸巻いて削ってって。すごい。リード作りも楽しくなれるとなお、うん、いいわけだね。楽しい。なかなか、いやー全然楽しくないですね。楽しくないんだ。チークで使うカラーをちょっと眉毛に入れていきます。お顔全体に統一感が出て血色がね出てきます。あの優しい音色は本当にリード作りからいろんな努力があってこその、そうなんです、ね、あの癒しの音色なんだね。そうです、本当に心が詰まってますね。確かに。アイメイクに行きたいと思うんですけれども、今回はちょっと華やかにしてラメも使っていきたいので、このラメ落ちしないようなアイシャドウのベースを塗っていきます。こちらのカラーで上下まぶたをね明るくするっていう感じで、でも眉下まで明るくしちゃいます。こちらのアイシャドウを使っていきます。ゆりやちゃんの場合は瞳の色がねちょっとオレンジブラウンっぽいですね。なのでちょっとオレンジがかったブラウンを使うとお顔がこう明るく見えるので、この目尻側に高さを出していきます。この色似合う。痛い。ゆりやちゃんの反応が私的に結構ツボな。面白い。やばい。ゆるい。ゆるくていいです。こんな感じでメンズブラウンを目尻側にちょっと入れたら、ちょっとね目頭側にもちょんって入れて、ちょっと立体感をね出していきます。目尻側にも本当にちょっと入れていきます。ちょっと濃いめのブラウンのカラー、ちょっと高さが出るように。ゆりやちゃん結構、ね、深みのある色も似合うんだよね。へー、うん、研究したことないから。でもやっぱりなんかこう大人っぽくするってなると、明るいカラーっていうよりかもちょっと深い色を使いこなせるようになるだけで、すごい大人っぽさが出るね。学校でメイクの授業みたいなのってあるのかな。声楽科
はあの、うん、オペラとかもやるので、うんうん、すごい舞台用のメイクの講座というか、うんうん、はやってますね。でも管楽器とかピアノかとか全然そっか自分で自力で自力で頑張れみたいな。そしたらちょっと目閉じてもらって目頭側からねちょっとちょんちょんちょんって色を入れてあげるとこのね二重の幅にね締まりが出てくるから一気に目元が眠そうに見えたのがちょっとパチって見えてくるんですよ。でゆりあちゃんがなんで眠そうに見えるかっていうとあのその二重の人でもゆりあちゃんの場合って二重の幅がねずっと平行なんですよ。そういう人は眠く見える。でも逆に目頭側が多分あの北川景子さんとかって二重だけどキリって見えるのは目頭側が二重の幅が細くてだんだん太くなってるからメリハリがついてあの別に眠く見えない。だからゆりあちゃんの場合はあのちょっと目頭側にシャドウ入れたりとかアイラインも目尻に向かって太くしていくと均等な二重の幅がさちょっと変わってくるじゃない、うん、そういう風にすると一気にあの顔が目覚める。顔から目覚めてってだんだん体も体も私形から入っちゃう。でもゆりあちゃんに私楽器一発で当てられたもんね。ホルンっぽい。ホルンですか。私なんかホルンだったって言うとあ確かにホルンっぽいって言われるんだけど、うん、一発でね当てられたことなかったの。やっぱり楽器でなんか性格とか顔と、うん、顔つきというかなんか出る。はい。歯とかもやっぱ変わったりとか。まあそうだね、うん、なんか雰囲気でわかりますね。え、すごい。ちょっと嬉しかった。うん、はい、前向いてもらって。ここ入るだけでちょっとキリッと見えますよね。はい。まつげを開けて、ビューラーをして、つけまつげをつけていきます。このマスカラを乾いてる間にこのラメをのせましょうか。このアディクションの092番、この下のアイシャドウがどんな色でも合うんですよね。中心にのせてちょっと外に広がるように。このラメを指でつけた方がいいんですか。うん、あの特に上まぶたは指でつけた方があのポロポロ落ちてこなくていいかも。この目の下のところにもちょっと押すスタンプするようにつけていきます。下も大学から第二負荷で始めて、うん、両覚えと二刀流でできたらいいなとは思ってるんですけど、うん、私も音やりたい。また楽しいですよね。ちょっとどうやって始めればいいの。どうやって始めればいいの歌って まずカラオケから。あ、そっか。そんな簡単な入り口でいいのね。とりあえず楽しいってこと。で、ゆりあちゃんに今回つけていくつけまつげはドーリーウィンクの32番ソフトグラマラスというものを、使っていきます。もう人形さんみたいになると思う。でも演奏会とかだったらちょうどいいかもね、うん、やっぱりお客さんとさ距離があって、はい、強いライトが当たってて、うん、ってなると華やかさってなかなかね、うん、そう、本当に口紅さえつけれればってとこがいっぱいあります。もうチークとハイライトで終わりにします。このちょっとくすんだオレンジを入れていきます。ゆりあちゃんのようにこの肌が白くて綺麗な人っていうのはくすんだ色をのせることによってより肌がね綺麗に見える。オーボエってさ吹く時にちょっとここがシュッてなるよね、うんうん、なので斜めに入れた方がもちろん大人っぽく見えるんだけどあんまりここがこうちょっとこけてる印象になるのも綺麗に見えないかなと思うので今回はチークをちょっと丸めに入れていきます。そしたら最後にこのハイライトでちょっとキラキラを上から足して終わろうと思います。今回はこのチークの上からも軽さを出す感じでのせちゃいます。でこの額のところと鼻のちょっと高くなってほしいところにものせます。でこうするとね顔がすごく軽く見えるんだよね。はい、ということで比べてみましょう。普段メイクのベースと眉を仕上げた状態からこんなに華やかな仕上がりになりました。ステージ上とお客様との距離そしてステージの強いライトに対応した華やかメイクになります。うわあすごい。確かに舞台大きいとかだったらこれくらい塗った方がいいかもしれない。確かに口紅いらない。いらないよね、うん、やっぱオペラ系の曲が合いますよね。うん、
イタリアものとか、なるほどね、あとスペインものとか、カルメンとか着たくなりますね。いいですね。ぜひじゃあこのメイクでカルメン吹いてほしいです。ありがとうございます。じゃあちょっと締めとろう。と、はい、いうことで、この後、ゆりあちゃんのオーボエの演奏動画流しますので、ぜひ皆さんそちらも見ていただいて、ゆりあちゃんインスタグラムに、演奏動画載せていたり、あとフェイスブックもやっていて、ツイッターもやってるかな、ツイッターもやってます。で、一応JPCO の広報なので、JPCO のアカウントも下の概要欄に載せておくので、よかったら皆さんぜひチェックしてみてください。ということで、ゆりあちゃん今日本当ありがとうございました。オーボエまでね、最後まで丁寧に持っていただいて、これがオーボエですよ皆さん。それでは皆さん、また次のビデオでお会いしましょう。さよなら。